また明日。また会えんなだ。なんて忘れてホットフィンガーで楽しむとええ。もう帰るん？うちも早帰りたいわ。今日は何にする？このチョップ大将が直々に振る舞ってやる。うん、おお、たらふく食えたか？また来いよ。もしもし、お兄ちゃん、猫又、聞こえる？
わあすごい、直接ホローの中と通信できるプロ棋士なんて初めてだぞ。道理でニコが新エリート最強のプロ棋士っていうわけだ。悪い気はしないけど、今は列車を止める計画に集中しよう。動く前にまずは要点をおさらいしてみて。大丈夫、ちゃんと頭に入ってる。私たちの目標は爆薬を積んだビジョンの無人列車。自動運転モードの列車はコンピューターが操ってるから、線路に障害物を置けば強制的に進路をトンネルの方に変えられる。そして列車がトンネルに入って減速し始めたら、私はその隙にボンプを列車の上に投げる。それから列車を故障させるんだよね。うん、お兄ちゃんは列車のメンテナンスハッチから中に潜入して運転室で列車を止めて、私とフェアリーで見ててあげるから、かっこいいとこ見せてね。残念だけどデッドエンドブッチャーの具体的な位置はまだわからないの。二人とも気をつけてね。了解。じゃあ行動開始、グッドラック。制御室までのルート情報を同期中。こちらからお入りくだ。よし、早く列車の進路を変えに行くぞ。ホローエリアの活性が変化してる。みんな気をつけてね。この異変で列車が遅れてくれるといいけど。待って、この振動やけに近くない？警告、極めて危険な個体を検出、直ちに回避してください。うわ、ビリーが言ってた化け物だ。よう警戒エーテリアス、すごい迫力。到達しました。線路の制御を掌握しました。お望みの方向に進路を変えることが可能です。列車はマークされた地点から本エリアに進入します。エリア内には減速装置が一つ存在します。
列車を減速させその隙に乗車することをおすすめします。わかった、早速始めよう。ヒント、おもしでスイッチを押さ。あの音。ううん、列車が来たみたい。早くしないと間に合わなくなっちゃう。前方に大型の障害物を発見。計画通りに列車を阻止するにはこの障害物を越えていく必要があります。マスターは小柄で、依頼人は名前に猫が入っています。もしかするとくぐり抜けることができるかもしれません。この電車は一体。プロキシー、あたしたち道を間違えてない？猫又、あんたたちの進路は間違ってないよ。見た感じ、この車両は外的な力で破壊されてる。多分エーテリアスに投げられたんだと思う。にゃあ、恐ろしいバカ力だ。次の目的地は車両の向こう側だけど、なんとかして行けそう？私だけならギリギリ下をくぐって行けるかもしれないけど、ボンプを連れて行くのは無理。しかもこの辺りは地盤沈下のせいで深い穴だらけだから、回り込むこともできないぞ。今誰か喋った？まさか電車が。しかも可愛い女の子の声だったぞ。電車さん、私たち急いでるの。ちょっとだけでいいからそこをどいてくれない？猫又、君ね、向こうに誰かいるんだろう。緊張をほぐしたいのはわかるけど、向こうの女の子が怖がるでしょ。あの、皆様はホロー調査協会の調査員様ですか？どうしたんだい？何か手伝えることがあるかな？待って、私たちが教会の人間かどうかより、まずは電車さんから名乗るのが教会のルールだぞ。そうなんですか？ごめんなさい、
ルを存じ上げておりませんでした。私はカリン、家事代行会社の従業員です。星座は双子座、血液型は RH-、 好きなことはお掃除です。市民ナンバーは、そんなに細かく紹介してくれなくても。それでカリンちゃんはどうしてこんなとこに？ついさっき危険なエーテリアスを避けて通ろうとしましたら、同行していた皆さんとはぐれてしまったんです。私はキャロットデータを所持していなくて、調査員のお二人ならきっとホローから脱出するルートをご存知ですよね。どうか私も連れて行っていただけませんか？フォローで道に迷った一般人か。それにしても家事代行の人なんかがどうして危険なフォローなんかに？どうする？あの子を助けてあげる？どうする？あの子を助けてあげる？助けたくってもまず向こう側に行けないからな。無理なら今すぐ引き返して他のルートで行かないと、計画の時間に間に合わないよ。あの勝手に聞き耳を立てちゃってすみません。もし私がお二人を車両のこちら側までお招きできれば、そのまま調査員様について行ってもよろしいということでしょうか？私たちがそっち側に行く方法があるの？だいたいそんな感じです。ちょっとだけお待ちください。すぐに済みますので。下から来るのか？ボンプってことでいいよ。君もただの一般人には見えないけどね。すみません。その弊社は幅広い分野でビジネスを展開していまして、中にはホロー関連の業務もあるんです。そうだ、調査員様は先を追い急ぎなんですよね。お役に立ちますので、どうか私をフォローから連れ出してください。お願いします。あんたたちはどう思う？この子が電車を壊してくれたから、もう迂回する必要もないよね。余計なことを喋らないならいいの？うん、私もお兄ちゃんと同意見だよ。彼女を出口に連れて行くのはいいけど、一応知らない人なんだから
お互い内緒にしたいこともあるでしょう。カリンちゃん、あたしたちについてきてもいいぞ。その代わり、余計なおしゃべりはなし。それでいい？よし、それじゃあ先を急ごう。ガリンちゃん、戦闘の方もよろしく。いやっ、ただいま。ガリンちゃん、余計なおしゃべりはなしって言ったけど、別に一言も喋っちゃダメとは言ってないぞ。そうだったのですか。すみません、勘違いしていました。私の番。こっちだ。オッケー。ふっ、ほーに。あー、はい。カリン、岩をどかすのを手伝ってくれる？これでスイッチを押さえたいの。こちらの大きなお方でしょうか。わかりました。ドアの情報を解析しました。指定された額のギアコインを支払うとドアが開く仕組みです。残念ながら施錠機構が知能化されていないため、私には介入できません。支払いました。認証成功。ドアが開きます。よいしょ。え、一人で持ち上げちゃった。今日の路線、なんか妙じゃないか。
みんなカリンちゃんみたいにすごいの？え、私なんかよりよっぽどすごい人たちばかりです。チェーンソーメイドより？ちょっと想像できないぞ。マスター、線路のルートを再構築しました。よし、ついでにカリンを出口まで送っちゃおう。注意、半径100メートル以内にフォローの出口を確認。旅のお供、家事代行会社の従業員カリンの依頼を達成可能。ん？パイトン、何か言ったか？カリン、前方に出口がある。そこから出れば大丈夫。チェーンソーのおかげで時間をずっと短縮できたんだから。そのボンプのフォロー調査員様には初めてお会いしました。よろしければお二人のお名前を教えていただけませんか？今度従業員一同でお礼に伺いたいんです。お礼に？さぞかし豪華なんだろうな。ちょっと楽しみだな。にゃ、本気？それじゃ正体がバレるぞ。
私の時は散々警戒してたくせに。ん？私が特別ダメだっただけでカリンちゃんならいいよってこと？どうやらあまりよろしくないようですね。お気を悪くされたのでしたらすみません。では私はこれで失礼いたしますね。あとは列車の到着を待つだけだね。速度がどんどん落ちてるぞ。違う、ここはいつもの路線じゃない。総員警戒態勢。チャンス、みんな行くよ。マスター、まもなく列車が予定地点を通過します。依頼人ともども行動できるよう準備してください。プロ騎士、今だ。気をつけてくださいマスター。お尻を列車のルーフにしたたかに打ちました。不便だな。手が短いよ。落ち込まないでください。マスターの血縁者はこの姿のマスターを称賛していました。いわく小さくてとても可愛い。普段は可愛くなくて悪かったね。この列車のメンテナンスハッチは液体のような猫股でさえ通れないほど小さいですが、今や熟練の忍者がスイカを割るくらい簡単なはずです。あなた様は世界の王ですから。さて王よ、運転室に向かい戴冠式を終えてください。はいはい、緊急停止ボタンを押せば任務は完了だ。めんどくせえな。任務とはいえこんな格好をしなきゃならんとは。少しは我慢しろよ。俺だって靴が合わなくて辛いんだ。おい、列車がルートを外れてると隊長が言ってるぞ。どういうことだ。ん？この列車に積まれているのは爆薬だけじゃない。ニュースではそんなこと言ってなかったのに。ああ、隊長、上からしゃべるボンプが落ちてきたのですが、パールマン長官に引き渡しますか？はっ、今すぐ処理します。何事だ？ここは私に任せて先に戻って。キャロットがあるから大丈夫。後でお店に行く。お兄ちゃん聞こえる？一体何があったの？何かがおかしい。今から店に戻るからそれまで待っててくれ。
お兄ちゃん、お帰りなさい。お兄ちゃんは休んでて、後で私がイアスの状態をチェックしとくから。猫股から連絡は？ううん、多分まだホローの中にいると思う。キャロットがあるって言ってたけど、彼女は出口から離れたとこにいたし。でも悪い知らせばかりじゃないよ。さっきニュースで言ってたの、ビジョンは技術的な要因で爆破解体を明日の夜まで遅らせるって。技術的な要因か。やっぱりビジョンには裏があったようだ。そうだね。ビジョンは列車がルートを外れたことに気がついてたのに、メディアにそれを口外しなかった。一番怪しいのは爆薬を積んだ無人列車って言ってたのに、中は武装した兵士でいっぱいだったことだよ。治安局っぽかったけど、任務でこんな格好をとか靴が合わないとか言ってたし、あんなの明らかに偽物じゃん。それに猫股はまだ何かを隠してる。戻ってきたら徹底的に問い詰めなきゃ。でも今くらいはそのことを考えなくてもいいんじゃない？彼女が戻ってくるまで少し休みなよ。ボンプと接続して疲れたでしょ。
ごきげんよう。疲れを癒すティンズスペシャルはいかが？またどうぞ。迷った時はコーヒーを飲みに来てください。いらっしゃいませ。何かお飲みになりますか？たまには一息ついて力を蓄えることも大切です。Thank you.
準備完了。銃がいつでも出撃可能よ。ジャトヤにかかれば万事解決。準備完了。
いつでも出撃可能よ。何かよ、あたしは高くつくわよ。